おはようございます、ドリキンです。本日も三歳小説をご覧いただきありがとうございます。三歳ってなんか三歳って言いがち。ですね、今日は久々オズポケ使ってるんでちょっと使い方を忘れかけているんですが、ちょっとまずは、あ、すごい、すごい、ですね、今日はです、昨日の夜ちょっと粗大ごみ的な感じ、大物の、まあ、レコロジーっていう、リサイクル回収会社、あれ多分あの市が運営してるとかそういう感じだと思うんですけど、あそこに、大物の大型の、リサイクルを依頼して、昨日の夜に多分動画でちょっとその時の様子も動画に撮ったんでちょっとお見せしますが、あ、じゃあちょっと今からお見せします。どうぞ。ででーん、今日は大仕事が待っております。このブラビア、ついにですね、なんかやっぱ黒い、でかい黒い画面があるとフォーカスが安定しないな。このブラビアをついにリサイクルしちゃいます。もうあの中古で売りたいにしても、なんか色が完全に、あのピクセルが死んだりはしてないんですけど、色が完全にこうおかしくなってて、ちょっとさすがに中古でも、まあなんか二足三本だって顔してるかもしれないんですけど、なんか申し訳ないんでリサイクルしてしまいます。ということで、これからこれを、外す大作業が本日待っております。何気にこの裏にはミニ PC がメディアボックスとして置かれたりとか結構してたんですけど、この辺もちょっと全部一回断捨離です。とはいえこれさすがに一人では、外せる気がしないので、ちょっと後で食後にトライしようと思います。ふう、なんとかここに設置できました。大変ですこれ。ででーん、ついにテレビが完全に取り外れされてしまいました。ついでにテレビマウントも外しちゃいました。ということで、今日から完全テレビなし生活が始まります。で、こんな感じでここに置いといたんですけど、完全に素晴らしい、持ってってもらいました。すげー、あー、なんかネズミさんに速攻このちょっと一応なんか状況をすぐ教えてくれって言われたんで、じゃあちょっと一旦止めてちょっと一回写真送っときます。はい、すいません、今ちょっとネズミさんに、写真を送って無事回収されたよっていうところをご報告しておきました。ご報告動画、ご報告写真を送っておきました。で、ということで、あんな感じで、粗大ごみって言っていいのかっていう感じもありますけど、まあでもそうですよね、粗大ごみって言うんですよね。粗大ごみを出して、なんかね、大変でした見ました。これ別に初めての経験ではなくて、そのなんかまだ慣れてない経験っていう感じなんですけど、なんかそのああいう大きなものを、大きなテレビとかね、今回みたいに、今回結構実はテレビと、あとなんかテーブルとかなんか椅子とか、そのもうずっとアメリカに引っ越してきた頃からずっとなんかこう使い回してるっていうか、なんか妙に捨てるに捨てれなくてずっと引きずってた、なんかちょっとした椅子みたいなのとこあったんですけど、まああったらあったで別になんか使わなくもないんだけど、でもこれなんかちょっともういい加減いいよねみたいなやつとかがあって、ちょっとそれをいくつか処分してしまったんですけど、
なんかああいう大きなゴミ箱に普通に捨てられないようなものを、処分するときは基本的にはまあいくつかやり方があるんですよね。いくつかやり方があるんだけど、まあよく何でしょう、多分なんかね、僕もどれが正解かよく分かんないですけど、まあ、まずその基本は僕らがやったのが一番スタンダードで、そのサンフランシスコだったらレコロジーっていう、なんか多分ちょっと市とかある程度その公共機関近いところが運営してるような、わからない、完全プライベートなのかもしれないですけど、ところに連絡して、で、スケジュールを事前にいついつに回収しますみたいなスケジュールをアポイントを取って、でその予約が取れたらその日の、まあ、今回ネズミさんが全部やってくれたんですけど、その日の前日の夜午後6時からなんか翌朝の6時だかまでの、その12時間前みたいなところで路上に、路肩に、まあ、大体ここっていうのがあるみたいで、そこの、普通に路肩に荷物を置いて、で張り紙でレコロジーって書いとくっていう、なんかそういうルールなんですよね。なんかすごいアバウトで、そんなんでいいのみたいな感じで、毎回それなんか、あの前の屋根裏部屋みたいなところに住んでた時に、そこの引っ越しの時にもやって、その前ももう一回だけ過去になんか2回ぐらいはやったことあるんですけ ど, どう毎回不安で、本当に回収してくれんのってドキドキしながら、あのリサイクルした記憶があるんですけど、でそれを今回も、久々にやったっていう感じです。で昨日夜中に仕事終わって夜にご飯と夕飯食べて一段落した時に、荷物をネズミさんテレビ外して、置いて、あそうあれもだ、テレビ の, あの壁に吊るラックマウントとかもあのあと実は外して、あこれもみたいな感じで置いといたんですけど、なんせね 10点までなんですよ。1回で回収されるのは10項目までで、なんかそんなにそのすごい厳密に申請したらなんとかする必要はなかったんですけど、もともとはテレビじゃなくて、なんかそのなんかテーブルみたいなやつを回収するっていうのをして、あなんかネズミさんがそれをリサイクルしたくて、連絡してスケジュール取ったんですけど、なんかよくよく見てみたら、まあ、10品まではその該当するリサイクルで回収してくれる項目であれば10品まではあの回収するよって書いてあったんで、あのテレビとか、よしもうこれを機に、意を決して出してしまおうって言ってテレビとか出したっていう、そういう感じになってます。で無事回収されましたよ。ちょっと感動なんですけど、絶対今あの写真を見てネズミさんもガッツポーズしてると思います。なんかね、いやなんかそのすごい厳しい割に、なんか厳しいところめっちゃ厳しい割に、え何路肩にあんなの放置しといていいのみたいな、そこはいいんだみたいな、結構アパートの管理とかめっちゃ厳しくて、なんか家具買って、この間も家具ちょっとソファー買うのにも、なんか事前にその、 あの運送会社の人から事前にその保険の書類をもらっとけとかで、しかもあれですよ、あの250ドル、なんかあのエレベーターとか壁とか傷つけたら修理代が払わないといけないから、あの運送会社じゃなくて僕がまずそのアパートに対して250ドルあのデポジットでお金を事前に払っといて、プラス50ドル、これはもう手数料で返ってこないやつ、あの家具1個買うごとにアパートに50ドル払って、まあその代わりこうエレベーターにこう毛布みたいなのを壁に敷いてくれて、なんか当たっても気づかないようにとか、まあいろいろサポートはしてくれるんですけど、なんかそういう事前にそういうのを保険取ってお金払ってみたいなのやって、ようやくあの家具買えるみたいな、そんなめちゃめちゃ厳しいこと言ってんのに、え何テレビ
55インチのテレビ路上に放置しといていいのみたいな、なんかそこら辺の何ですかね、感覚がどうしてもなんかピンとまだピンときてなくて、これだけ住んでてもなんかそのカルチャー感にちょっとついていけなくてですね、毎回非常に不安。この感じ僕だけじゃないですよね。なんかきっとこの動画を見てくださってる、日本の皆さんならこのモヤモヤ感通じますよね。なんか何言ってんのお前みたいな感じになってます。あのすごいそこにこう気持ち悪さというか、気持ち悪くはないんだけど不安を感じて、ネズミさんと2人で、だからそもそもこのリサイクルをあんまり過去にも試したことがなくて、もういざって時にしょうがないって言ってやるけど、結構精神的ストレスが大きいんですよね。なんですが、まあなんと今回は無事リサイクルできたという話でした。ついにあの55インチのブラビア、まあ壊れてるかっていうと完全に動作はしてるんだけど、なんせもう色が完全にそのなんか特定のピクセルというか色が出なくなっちゃったり、なんか Android TV のなんか多分システム自身もかなりなんか不思議な感じになってて、 HDMI 切り替えるたんびにテレビがフリーズするっていう、あのテレビに搭載されてる Android がフリーズしてなんか再起動毎回かかるみたいな、HDMI 切り替えに毎回2分かかりますみたいな、すごいもう何なのみたいな感じで、まだ5年ぐらい、5年使ってない、5年ぐらいだったかな、結構寿命短いですよね今時、なんとなくですけど、もう壊れちゃったのみたいな感じではあったんですけど、まあでももうほぼほぼ24時間つけっぱなしで使ったりとか、結構過酷に使ってるのは確かなんで、まあしょうがないかもしれないですけど、まあそんな感じでついに処分してしまいましたよ。だから今我が家は完全にテレビなし、ネズミさんも勢いで、あのなんかこうリサイクルしちゃったけど、昨日の夜あテレビが見れないとか言って、あのビジョンプロをね、ビジョンプロをすごい気に入って、なんどのくらいだろう、 3,4 ヶ月はもうビジョンプロ生活をネズミさんも率先してやってて、私が最もねビジョンプロを使っているユーザーだぐらいのことを自分で豪語してたんですけど、あのビジョンプロを使ってたら明らかになんか顔が垂れてきたとか言い出して、なんかあの顔の半分がどんどん加水してきたみたいなことを言い出して、これビジョンプロは良くないって言って、そこから使うのやめちゃったんですよね。だからそもそもビジョンプロどうしようかなっていう問題あるんですけど、なのでビジョンプロを使わないとなると、ネズミさん的にはテレビを見る場所が、まあラップトップとかスマホとかいいんですけど、まあ、でかある程度でかい画面で見る環境がなくなってるんで、まあそのうちこのそれをどう変えるかっていう作戦を考えないといけないんですけど、まあともあれ我が家には一旦、人生でどうですか皆さんも、なんかもうテレビ見ないよねとかテレビいらないよねみたいなことは言い始めて、もうだいぶもう10年ぐらい、我々の界隈だったらもうテレビいらないよねって言い始めてもう10年じゃ聞かないぐらいな感じになってる気もするんですけど、まあうちはそう言いながらもなんだかんだ結構テレビドラマ、日本のテレビドラマとかバラエティとか見るの好きだし、その大きな画面でなんかある程度リビングで見るみたいなカルチャー自身もなんだかんだ言って好きだったんで、まあリビングに55インチのブラビア1台あるっていう生活はキープしてたし、多分生まれてからの振り返ってみても家にテレビがない生活っていうのは、実は完全にテレビがないっていう生活はしたことないんじゃないかな。アメリカに来てもう未だに記憶に、なんかもう鮮明に覚えてますけど、まだネズミさんもアメリカに来てない状態で、まあ 2,3 ヶ月一人暮らしみたいな感じで先行してきてたのかな。その時にもう最初のアパートでまだ家具とか何にもない状態で、何はともあれテレビだけなきゃ生きていけないみたいな感じで、
テレビだけでかいの買ったんですよね。50インチぐらいのテレビを買って、もう家に家具もベッドも何もなくて、ベッドはなんかエアベッドみたいなアマゾンで買った、あの空気で膨らます、あの何でしょう、あの簡易ベッドみたいなやつで寝てる状態なのに、テレビだけなんかめっちゃ豪華な立派なテレビだけが、家にあるみたいな状態で、その時に清水さんがなんかあれアップル WWC だったかな、なんかのイベントで結構いっぱい日本のエンジニアの方とかを連れてサンフランシスコに来てた時に、おドリキンチなんか空いてんだったらちょっと貸してよみたいな感じで来て、みんなでなんか パーティーっていうか何でしょう、集まって集会をしたっていう記憶を、いまだにその時の光景があの脳裏にすぐ思い出されるぐらい思い出深い光景があるんです。たまにね、なんかあの時にお会いしたんですよみたいな感じで声かけていただくこととかもあったりして、本当にいい思い出なんですけど、あのまあそのくらいテレビに関しては、言ってもテレビがない生活なんて、一人暮らししてた時だって、大学の時に一人暮らししてた時だって何はなくともテレビ買ってたし、もう本当にテレビは最優先事項みたいな感じで、あの衣食住よりテレビぐらいな感じの、優先度でテレビを導入してたんで、なんか今日寒いって言うからめちゃめちゃ厚着してきたのに、めちゃ暑いんですけど、これもう T シャツ1枚じゃないとやっていけないわ。なんかジャケット的なの着てきたらお腹が汗だくになってきて、15度とか言ってたのにな、全然。ちなみに今日あれです、ここまで来てちょっとこんな厚着してました。こんな厚着してたんですけど全然いらんかった、むしろ汗だくになってしまった。はい、ちなみにここまで今日久々にオズポケを使ってるっていうことは、冒頭でご紹介しましたが、オズポケにあのビヨンビヨンジンバルみたいな、オズポケのジンバルをさらに強化する物理ジンバルみたいなやつ、あのつけてるんですけど、どうですかね、あの水平上下移動がさらに抑えられるっていう、ずっと水平に、なんかこれはこれ僕上下運動ある程度あってもいい派なんで、まあここもなんか諸説あるというか好みがあるんですけど、まあ歩き動画のリアリティっていう意味ではちょっと上下に動いてた方が、このスーッと水平移動してるのってちょっと不自然感もある、ドローンみたいな感じになっちゃうんで、まあオズポケ単体で全然なんか酔うほどのあれもないし、ちょっとしたリアリティぐらいで、あの上下運動してる映像自身は僕は意外と好きなんですけど、まあでもこのジンバルオンジンバルすると、その上下の振動すらかなり吸収できるということで、今日はこれを使って、これ胸にやろうと思えば胸につけられるな、胸にマウントしちゃえば結構ハンズフリーで、今手持ちで普通に持ってますけど、ハンズフリーでも取れる気がします。はい、ということで、何せテレビを完全になくした生活が始まりました。でテレビを、まあ、1個の最初外して、まあブラビアの新しいやつとかでもいいんですけど、なんか買い直そうかなっていう点ももちろん案も一つあるんですけど、あのテレビ台もね、壁にマウントする台も今回外してしまったんで、ある意味まあ覚悟がすごいというか、もうテレビは買わないぞ的な覚悟になっていて、どうしようかねっていうところをこれから考え始めます。まあ一番最近直近でいろいろリサーチしてたのは超単焦点プロジェクターで、あの単焦点っていうのはあのカメラとかの単焦点じゃなくて、焦点距離が短い方の超ショートスローみたいな、あの短い距離からなんか真上に対してプロジェクトできるみたいなプロジェクターで、最近そこら辺が盛り上がってて、まあまだ結構いい値段するんですけど、まあでも
そうか、安いやつも出てきてるから、まずそこら辺から試してみるのがいいのかな。まあ最高峰っていうか、なんかネズミさん絶対こうあのライカのやつ欲しいって最後言い出すと思うんですけど、まああれちょっと高すぎるんで、もうちょっと LG とかのもうちょっとお手頃なやつでまずは試してみて、うまくいけそうだったら、本格導入するみたいな感じですかね。ちょっと調べ始めてみようかな。なんか今時のその単焦点のプロジェクターがすごい良くなってるのと、あとプロジェクターのスクリーン技術がね、プロジェクターってやっぱり昼間暗くて使い、あの昼間明るいと映像が暗くて使い物にならないっていう印象があると思うんですけど、なんかスクリーン技術がかなり向上してて、なんか光をこう反射しないというか吸収するような素材のスクリーンにすると、昼間でもかなりもう普通のテレビみたいに見れるみたいなことをよく聞くんで、まあちゃんとしたプロジェクターのスクリーンまで導入すれば、うちのリビングはちょっとカーテンつけられないんで、なんかカーテンつけようとすると大家さんにすごい嫌がられちゃうんで、カーテンつけられないんですよね。まあデカデカと窓があって、この景色をなぜわざわざあなたはカーテンで消すのかみたいな、この景色が一番この部屋の売りじゃないかとか言われて、いやまあそうなんだけど昼間は結構眩しいんですよって一生懸命言ってんだけど、自分住んでないからなんかそれで毎回ちょっとなんか会うたんびにさりげなく聞いても、なんかカーテンは嫌だって言われちゃうんで、あのでしかもそこの全開のリビングにどこに置くにしてもやっぱりかなり光が入って明るいんで、まあプロジェクターちょっと難しいところもあるんです、リスクもあるんですけど、まあスクリーンがあればいける気もするし、ただスクリーン置いちゃったら何せそのまあ今回のその VR とかをヘッドセットとかで仕事しようみたいなことを2年ぐらい前から、まあ日本に帰ったタイミングあたりをきっかけにいろいろそういうこともやってますが、まあ何せ気づいたのはディスプレイってものすごい空間を圧迫してて、なんかすごい威圧感で、これがないだけで結構生活豊かになるなっていう、なんか圧倒的に、なんだろう、それは別に55インチとかじゃなくても、もう今本当にオフデスクのこの間24インチのデルのディスプレイをあの仕事デスクに置いただけでも、もう圧迫感すごくて、結局それもう外しちゃいましたけど、今なんとか16インチクラスのモバイルディスプレイを2台にしてやってて、しかもそれをちょっとアームで宙吊りみたいにして、まあギリ納得感があるけど、もうあれ以上でかいディスプレイは、黒い物体はちょっと部屋に置きたくないなみたいな感じになってるんで、なんかね圧迫感がすごいんですよね。特に画面ついちゃえばいいんだけど、あの黒い画面の状態でいるっていうのがすごいなんか圧迫感あるなと思って、まあなのでスクリーンを置いちゃうと、結局プロジェクターって言いながらスクリーン使っちゃえば、なんかテレビ置いてるのと変わんないんじゃないのっていう感覚もあるし、ただプロジェクターのスクリーンは白いんですよね。壁の色に近いと思うんですよね。テレビのスクリーンは何もつけてないと真っ黒の板になっちゃうけど、プロジェクターのスクリーンはまあ白い板だから、まあ白い板とか白い布だから、まあそこは多分大きな違いはあるんだけど、でも壁に本当は絵とか写真とか飾りたいし、だからちょっとそこが今悩ましいところですよね。結局そのテレビの投影用に大きなスペースをなんか予約しないといけないみたいな感じになるんで、ちょっとそこがどのくらい、まあでもスクリーンは白いからワンチャン壁だと思えばいけるかな。ちょっとねその上に何もこう絵とか写真が飾れないっていうのは残念ではあるけど、まあちょっとそれは実験してみたいなと、人柱的に導入してみてどういう感覚に陥るのかっていうのは自分でも確認してみたい気がするんで、まあちょっとそこら辺を今悩んでるっていう感じですね。まあ
今話してて自分でこれ自己ブレストして思いましたけど、まあ確かに LG の単焦点プロジェクターでもかなり良さそうなんで、まずはそれを導入して、まあそれで単体でまず壁に、壁がね、なんかそのテレビのマウントをするなんか器具をつけてたせいで、ものすごい豪快にぼっこり壁に穴が開いてて、あれが結構壁汚らしくなってて、まあ確かにスクリーンかなんかで覆っちゃうか絵かなんかを貼らないとちょっと見た目が悪いんですよね。だからスクリーンもいるかな、まあ一旦単焦点プロジェクター買って、まあ壁当社でどのくらい使い物になるか見てみて、ネズミさんが気に入るようだったらその設備を充実してって、まあさらに究極的にはライカの A1 でしたっけ、なんかあの単焦点プロジェクター、レーザープロジェクターまで、見越した沼に突入するかどうか、まあそんな感じですかね。まあともあれともあれ、リサイクルが出せたことはなんか達成感が大きいし、なんかね噂によると、噂っていうか噂じゃないんですけど、なんか年に1回業者を呼んで回収してもらうのはなんか年に1回は無料でも、で1回10個までで、それ以上呼ぶときはなんかお金がかかりますよみたいに言われてて、うわなんか年に1回かだったらもう精査して10個精査してやんないといけないって、それも1個なんか呼ぶ、なんですか、呼ぶ気遅れになるっていうか、いつそのこの弾を撃つかみたいな感じで、一発しかないボムをどこで使うんだみたいな感じで、すごい結局それで毎年使わないんですよ。だからもうなんか何十、なんかもう5、6回分ぐらい損してるみたいな感じで、だったら使っときゃいいじゃんって感じなんだけど、この感覚わかります？人間のこの弱さ。結局使ってなかったんですけど、でもなんかうち集合アパートだからかなんなのか、なんか特に今回ネズミさんを来た時に1回目とかお金払えとかなんとかって全く手続きがなかったらしくて、まあしかも下手したらこれは完全に悪いことなんで、良い子は真似しちゃいけないってやつですけど、アパートのユニット番号を変えちゃったらもう違う人みたいになっちゃうわけだから、なんか適当にやっちゃったらいくらでも呼べちゃうような気もするんで、まあでも名前とかであれするから、でもどのくらい厳密にそれもトラックしてんだろうっていう感じですけど、まあなんかもしかしたらうちのアパートはアパート集合契約とかあるのかな、なんかまあ何せね、毎週のように大型の荷物を取りに来てるから、まあその片手までやってくれるっていう意味ではそのコストはかかってないと思うんで、もしかしたらそのルーチンに入ってるから、ルートに入ってるから意外と呼び放題なのかもしれないんですけど、まあリサイクル出せるっていうアメリカ生活レベル力がさらにレベルアップしたので、今後ちょっと大きなもの、今まで大きなものを買うと結局このここがめんどくさいっていうのにもう想像が引っ張られて、物理的に大きいものを買うっていうのにめちゃめちゃ慎重になってたんですけど、まあ少しその気が楽になったなと。まあだからといってあんまり気軽に買いたくはないですけど、まあうまくいけたという、ちょっとどのくらいこの雰囲気がお伝えできるか分かりませんが、僕の中ではもう今満面の笑みで達成感に満たされております。こんな感じですあ、これ内側ね、この持って内側にやるのもちょっと距離が結構稼げるん でもちろん DJI マイク使ってるんでマイクも問題ないんで、あ、これ外撮りばっかやってたけど自撮りの安定、むしろ自撮り時の方が安定度が上がっていいんじゃないかっていう気もしてきました。なるほどなるほど。ちなみに今日はホワイトバランスを5500ケルビンの、太陽光合わせで撮っております。なんで今ちょっと日陰に来たら色がちょっと寒色的にもしかしたら転んだかもしれませんが、ホワイトバランスがあんまりコロコロ変わらないというか完全に固定されるような感じで撮ってみました。なんでこの日の下に来ると
ベストな色味が出てると思うんですけど、どうでしょう。やっぱりでもカメラは毎日使うものが一番使い勝手いいですね。毎日使えるものというか毎日使えてるものが手間がないっていうか、あとオズポケも数週間ぶりぐらいに下手したら使ったら、もうなんかどうやって撮るんだっけって、やっぱ最初ちょっとわちゃわちゃしちゃうんで動揺してしまいました。はい、っていう感じで、本日帰りはね、今日ライカ Q3 がファームウェアアップデートされて、なんかまたちょっとバグが修正されたみたいな、大きな機能追加なかったっぽいですけど、安定性の向上をしたみたいなのが出てて、まあ、M11 もフリーズ問題ついに解決したかみたいな感じになってますし、ここに来て細かい、安定性の問題が、ライカシリーズ、デジタル系のライカシリーズで一気に解決されてるっぽいんで、今日久々に Q3 を持ってきてカバンに入れてるんで、帰りはちょっと5冊撮ることに集中しようかなと思ってます。なのでもしかしたら今日はここまでで、部分長いんですけどね、30分近く話してるんで、まあ、ということで本日は、US のリサイクル事情についてお話しさせていただきました。こっちにしとこう。本日は US のリサイクル事情についてお話しさせていただきました。また明日。って今この懐かしの地にやってきましたって言って、ここで久々にちょっと動画撮ろうと思いますと言おうと思ったら、おじさんに思いっきり席取られた。どうしよう、あっち空いてるかな。さあちょっと懐かしの僕の、開封、野外開封スタジオにやってまいりましたが、ちょっとですね、今日もうこれ以上いきにオズポケでだいぶ長い動画を撮ってしまったんで、撮れ高十分と思ってたんですが、久々にライカ Q3 を使って動画と写真を撮ってるんですが、ちょっとあまりにも新鮮すぎて感覚が違いすぎたんで、ちょっとそのことについて一言だけコメントしておこうかなと思いました。ライカ Q3 が、まあ、ちょっとファームウェアアップデートされて、僕あんまり Q3 で大きなトラブルを抱えてなかったんで、まあ、M11 もフリーズフリーだなんて言ってたんですけど、なんか実は M11 はネズミさんが使い始めてから、2回ぐらいフリーズしてて、なんかねやっぱりプレビューを頻繁に使うかどうかなんですよね。僕プレビューボタンを全く押さないから多分フリーズフリーだったんですけど、ネズミさん結構頻繁にプレビューを撮ったらすぐプレビューで画角確認してとか露出確認してっていうのをしたい派なので、なんかそれやってたら、まあなんか2回ぐらい、1週間で2回ぐらいだからそこまで頻度はないですけど、フリーズしてましたね。ただ最新のファームウェアに上げて、なんか西田渡さんが最新のファームウェア調子良さそうって言われてましたけど、そのファームウェアに上げてからフリーズはしてないみたいなんで、まあちょっとまだ様子見なんですけど、その前のファームウェアではたまに起きてました。だからやっぱり個体差の問題っていうよりは使い方の問題だったなっていうのに気づきました。これちょっと M11 の話なんですけど、 Q3 に関してはですね、まず衝撃的なのがシャッター音静かすぎって思って、結構 Q3 は気持ちよく分かりやすくカシャッカシャッっていうシャッター音がするんですけど、Q3 はなんかシャッター音がメカニカルでもほぼほぼしないですよね。最初僕電子シャッターになってるんじゃないかと思って、電子シャッターだと結構何でしたっけ、スキャンのスピードが足りなくなっちゃって結構画像が歪んだりしちゃうので、今ちょっと電子シャッターをオフにして、メカニカルシャッターだけにしたんですけど、全然音しないと思って、何せシャッター音がめちゃめちゃ静かっていうのに一つ驚いたのと、動画機能はどうですかね。まあ、こうやって今みたいにちょっとテーブルの上に置いて安定させてたら結構いい感じな気がしますけど、やっぱ Q3 もやっぱり録画の出だしが1秒2秒ぐらい結構テンポが悪いんだっていうことに改めて気づきました。 SL3 もやっぱりちょっと録画ボタンを押して録画モードに入るんだけど、実際になんかタイムスタンプが動き始めるのに 1.5 秒とか2秒ぐらい
あの設定にもよるんですよね。デュアルスロットにしてるともっと遅くなるとかあるんですけど、ちょっとレスポンス悪いなと思ってたんですけど、 Q3 も一緒だなって今思いながら撮っておりました。はい、まあ気づいたのはその頃、あとやっぱり圧倒的に軽いとか、あとこの 28mm の画角が西田さんからもドリキンさん結構相性がいいのかもしれないですねって言われたのもあって、今日まあファームウェアアップデートとその 28mm を久々に使いたかったっていうこの2つの理由で使ってるんですけど、やっぱあのたまに味変でいろいろ使うのはいいですね。今日はオズポケも使えたし Q3 も使えたし、なんかいろいろ変えてみるとなんかカメラの特性がまた分かってきて、1個使い込んできて体が馴染むっていうことの良さもあるし、違うものをいろいろ試してみて感じる良さもあるから、まあやっぱりこの沼は一度沼にはまったものはなかなか抜けられないんだなってことを改めて気づきましたが、ともあれこんな感じで、Q3 で 4K 動画撮ってますがいかがでしょうか。ちょっとフォーカスが、動いてるような気もしないでもないけど、安定してるような気がしないでもないみたいな、ちょっとモニターだと分かんないですけど、じゃあちょっと引き続き家に帰るまで5冊撮って、ちょっと夕方時間があれば散歩でも5冊を撮りに行きたいなと思っております。ちょっとネズミさんの代わりに定点観察してみようと思います。なんか前回から進んでない気がしますね。これはネズミさん激おこぷんぷん丸の、あ、でもそんなことない、あのビニールに包まれた機械、前はビニールに包まれてませんでしたね。進んでると言っていいのかどうか分かりませんが、あとなんかテーブルに引き出しとかもできてる、進んでる気がしてきました。なんかむしろあのデバイス正面のやつ、前はあのビニールかかってなかったんですけど、ビニールがかかるようになってて、どういうことなんだろう、新しいのに変えたりとかしたんですかね、謎です。一応進んでるのかな。こっち側のパーキングの景色もだいぶ綺麗に変わってしまいました。かなりペイントし直しただけですごいあのいい感じになったんですけど、車満載ですね。はい、こんな感じでございます。はい、ということで久々に Q3 散歩をしてみましたが、ですね、28mm の相性がいいとか悪いとか以前に、最近 16から21mm のトリエルマを使いすぎてて、焦点距離の感覚が完全に 超広角になりすぎてて、 28mm がもうめっちゃ望遠に感じるっていうか、なんか撮るやつが多分あの画角が感覚ずれすぎてて、なんかあんま撮れ高ないような気がしてきました。超広角苦手だなと思いつつも使い続けてたら、なんか感覚が画角の感覚がそっちに慣れてしまっていたようです。なのでうまく撮れてるか自信がありません。一応帰りももう一回ダブルチェックで、なんか残されてるものはないかチェックですが、完璧に持っててもらいましたね。そしてなんかポルシェ払ってんのかな、なんか今日めちゃくちゃポルシェが走ってるなっていうのに気づいたんですけど、あ、でもこのポルシェも新車ですね。なんかみんなポルシェが流行ってる気がします。今日ここに帰ってオフィスから帰ってくるだけで、なんかパッと 5,6 台は目についたんですけど、すごいな。Yeah, it's such a clap. And it's such a clap.